どうもヤグタウンと申します。毎日20時そして毎週日曜日の12時にさぬきうどんの動画の方をアップロードしております。今回はこちら4店舗を一気見できるまとめ動画になります。ということで最後までご視聴ください。ということで今日は香川県高松市にある花椒うどんさんの方へ向かってっております。それではこの花椒うどんさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.38 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は10時から15時半まで、定休日は毎週水曜日です。交通手段として車で来た場合は駐車場が約15台分あります。公共交通機関としては高松空港から 4.9 キロほど離れた位置で徒歩約60分程度の場所です。周辺のうどん屋さんとしては森屋さんであったり池上製麺所さんがある大体あの辺り。おすすめはしっぽくうどんです。寒い時期限定の香川の郷土料理をしっぽくうどんと言います。こちらのお店は特に野菜がもりもりで乗っています。常設メニューとしてはお肉系もすごく人気なお店になってます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらはセルフ店になります。肉ぶっかけのあったかいんでできるんですかね。じゃああったかいのショーで。うわ、どうしよっかな。じゃあこれ肉丼ぶりって何なんですか。そしたらしっぽくとしっぽくのショーと肉丼ぶりで、はい、お願いします。多いですか。ちょっと見てみますね。おすすめのしっぽくうどん小にしました。量が多いみたいなので肉丼ぶりは様子見で。そんなのせるんですね。あ、これでもかってくらい乗せてくれてます。いや、どえらいな。どうしようか。肉丼ぶりも結構な量あるんですかね。じゃあどうしようかな。いや、やっぱ行きましょう。はい、やっぱりお肉も美味しいと評判なので肉丼ぶりもお願いしました。はい、ありがとうございます。はい、以上で。お会計が済んだら薬味を入れて食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。長細い形状のお店で木を基調としたテーブルやカウンターが備わっているお店です。さらにこの右手側の壁の奥には外で食べられるテラス席も用意されています。
それではいただきます。麺から食べていこうと思ったのですが、あまりにしっぽくの具材が多いので、うどんが見えるまでは具を食べていきます。具はとても柔らかく煮込まれてます。口の中で熱々ホクホクでほぐれる野菜がとても美味しいです。具材の切り方も豪快で、一個一個がでかいんですよね。今まで見てきたどこのお店よりサイズと量が規格外でした。具の種類も豊富で、大根、人参、椎茸、里芋、お揚げと鶏肉まで入ってて、すごいお得感です。麺は中太の適度な弾力のあるうどんです。熱々のしっぽくと相性のいい優しめの麺でした。この麺にたどり着くまでで結構満足してます。小でこのボリューム、お腹を減らしてくるのがいいと思います。まだ具が半分以上あります。だしはしっぽくの野菜のうまみと鶏肉のうまみが染みた、すごく温まれるだしでした。それでは肉丼もいただきます。こちらもミニとは言えないほどの量がありますね。牛肉が柔らかくてジューシー、玉ねぎと一緒に炊かれたこの甘いうまさで、これはご飯が進みます。今日の動画を見て讃岐うどんを食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方とおられましたら、ぜひこちらの動画、そしてこちらのチャンネルのことをお勧めしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら、ぜひ書き込んでいってください。それでは最後の一口いただきます。冬限定のおすすめだけあって、しっぽくの味も量もとても満足できすぎるものでした。だしの最後には鶏肉の小さいのが多く残ってて、この最後の一口が一番美味しかったように感じました。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまです。ということで、今日は香川県坂出市にある本場手打ちうどん三笹さんの方へ向かっていっております。それではこの三笹さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログですが 3.23 点、そして Google の点数が 3.5 点となっています。営業時間は8時半から18時半まで、定休日は毎週日曜日です。交通手段として車で来た場合は駐車場が約30台分あります。電車の場合は最寄り駅が鴨川駅、 1.1 キロほど離れていて徒歩約14分程度の位置です。周辺のうどん屋さんとしては、蒲生うどんさんであったり、てっちゃんさんがあるだいたいあのあたり、おすすめはかけうどんです。国道11号線沿いにあるけどちょっと気がつきにくい場所にあるお店、昭和47年創業の昭和を感じる老舗店、地元の常連さんにもとても愛されているお店となっています。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。おはようございます。おはようございます。席についてからでもいいんですけど、最初に注文するサービス店になります。かけの小と
あとおむすびもらえますか。お願いします。何個作りましょうか。何個でもいけるよ。何個しよっかな。じゃあ2個で、はい、お願いします。かけショーとおにぎり2個を注文しました。今回取ってはいないんですが、おでんと朝9時ぐらいからはおかず類も置いてます。店内はこんな感じになってます。本当に昭和っていう感じのお店の作り。左には畳があって、あとカウンターテーブルも揃っているお店。店入って入り口のところにおでんと、こちら9時からのおかず。あーすごい、もうずっと頑張ってください。なあ、いかんでもな。あ、いいですねそれ。でも一日でも名古屋やっておいて言ってくれるけど。あ、嬉しいですね。嬉しいでもな。キムチ食べる？え、キムチ食べる？あ、いただきます。はい。あ、すいません、ありがとうございます。この芋を入れて。あ、お芋さん。食べてみて。こんなほら、しっぽくうどん言うて、お正月前にはこれをするんや。はい。これ僕かけうどんしか注文してないのに。いやそれ芋を買ったわけやなって分かったことずっとやけ。あ、これじゃあサービスいただける。ちょっと中へ埋め、あれしとって。こんなの。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。若い子は芋はあれやろけど。いや、芋大好きですよ。それではいただきます。麺はねじれのあって、麺ごとに太さの群れがあります。手打ち感をすごく感じる、少し平べったい素朴な麺です。麺の太さによって硬さを感じたり柔らかかったり、このレトロ感が田舎の家で食べてるような雰囲気になります。だしはカツオの風味を感じる熱々でシンプル、優しいんだけどしっかりとした味です。なんとも言えないほっこり感を感じるうどんでした。それでは里芋もいただきます。まだちょっと冷たかったんですけど、それでも柔らかくて、こちらもおばあちゃんの家の味って感じでした。おにぎりもいただいていきます。ふわっと握られたおにぎりには程よい塩味、上に乗ってるのはごま塩で、これもご飯と合います。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方とおられましたら、ぜひこちらの動画、そしてこちらのチャンネルのことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いします。今回のお店が好きな方に、おすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら、ぜひ書き込んでいってください。それでは最後の一口いただきます。
古き良き昔ながらを感じられるお店で、お店の方も優しく終始ほっこりとする雰囲気でした。こういったところで食べられるのも香川県らしさだなって思います。それではとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。そしたらすみません、ごちそうさまでした。かけとあとおむすび2つつけてます。はい、じゃあはい、すみません400円で、はい、ありがとうございます。はい、どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。ということで今日は香川県高松市にある宝山亭さんの方へ向かってっております。それではこの宝山亭さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.43 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は11時から19時まで、定休日は毎週月曜日です。交通手段として車で来た場合は駐車場が約15台分あります。公共交通機関としては高松空港から 2.9 キロほど離れた位置、徒歩約34分程度の場所です。周辺のうどん屋さんとしては信屋さんであったり変わったうどんさんがある大体あなたり、おすすめはお化けうどんですが、以前食べたので今回は土壌うどんに挑戦してみたいと思います。調理に25分程度かかるので事前に電話注文しておくのがおすすめ。今回はおっちゃんねるさんとお店で合流後対談させていただきます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。まだ土壌うどんは調理中なので先におでんをいただきます。まあ、土壌うどんまだですよね。あと数分先おでんの豆腐いただいてもいいですか。こちらはサービス店になります。あ、じゃあ取ってください。柔らかい方が好み。あ、よう煮込まれとる方がいいです。ふわふわと、はい、とあれがあるね。あ、そうなんですか、うん、じゃあふわふわの方でしましょうか。はい、え、腕かあ、お願いします。空いてる時間なので全部やってくれてるんですが、おでんは本来セルフ。おっちゃんさん、M子さんは渋滞で少し遅れるみたいなので先にいただいてきます。ありがとうございます。はい、じゃあ先いただきます。はいはい、店内はこんな感じになってます。少し懐かしさを感じるような田舎にあるうどん屋さんっていう感じのイメージのお店。お店入って左側手にも席はあって、前回はこちらで食べました。こちらにおでんが置いてあります。今できたんですけど、食いでもよろしいですか。あ、そしたらお願いします。はい、はい、また食べたい。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。はい、いただきます。ちょうどいただきますのタイミングでおっちゃんねるさんと合流です。こんにちは。
お久しぶりです。どうもありがとうございます。ちょうど今から食べるところでした。食べてください。注文したりとかしてくるんですか。はい、ここお化けうどんが有名です。お化けお揚げさんが乗っとって上に練りからしが乗ってるんですよ。食べてる。じゃあごめんなさい、先いただきます。はい、そしたらいただきます。どうぞ。カメラマンしてあげようか。すごい、これ土壌、僕もこれ初めて食べるんですけど、土壌どうぞどうぞ。プリプリしてる。プリプリしてます。ここ土壌っていうのはメニューに他にも書いてある。はいはい、有名で。じゃ食べます、いただきます。いいね、とか食べてる。ああ。すごい、土壌っぽい味です。土壌っぽい味です。土壌はストレートに土壌っぽい味、ほのかな苦味が感じられて栄養満点で地味のある土壌でした。白味噌が土壌特有の臭みを中和してくれてます。なんかその土壌が苦手な人は打ち込み、こちらのお店は打ち込みうどんも有名で土壌が苦手な方にはおすすめ。こちらも25分程度調理に時間がかかります。具材も土壌うどんと同じく種類豊富の豪華で、大根、人参、玉ねぎ、かぼちゃ、ネギ、豆腐が入ってます。どれもよく煮込まれていて柔らかくて美味しいです。麺は太くてねじれの特徴的な田舎麺、長さは短めで小麦がしっかりと詰まった麺っていう感じです。手打ちならではの麺の不揃いがいいですよね。麺肌はゴワゴワとしてて食べ応えが抜群です。これすごいです。もう具も多いし、土壌実は僕も最初上の1匹だけかなって思ったら、今食べた件4匹入ってます。土壌が。もっと入ってんじゃないかな。ありますかね。あ、えぐったら、うわ、もっとある。え、嘘でしょ。多分相当泳いでらっしゃると思うな。うわ、ほんまや、これだけ合計6匹入ってましたね。6匹入って。おでんの豆腐もいただきます。これは前の動画のコメントでおすすめしていただいたおでんになります。とてもふわふわで柔らかくて味噌と合います。この大きさのお得感、進めたくなる気持ち分かります。今日ご一緒させていただいたおっちゃんねるさんのチャンネルを概要欄の方に書いています。さぬきうどん巡りやこの後僕との対談もしているので、ぜひ見てみてください。そしてこの動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録押していただけると嬉しいです。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方とおられましたら、ぜひこちらのチャンネル、そしてこちらの動画のことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かります。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひ動画見てみてください。それでは最後の一口いただきます。小でも量が多くてだいぶ満足、何より土壌がとても多かったのが衝撃的でした。土壌うどん自体が珍しいので、気になる方はぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。明日の20時の動画はおっちゃんねるさんとのうどん対談になります。僕の動画の方でアップされる内容は僕からおっちゃんねるさんへの質問動画、逆におっちゃんねるさんの方でアップロードされるのはおっちゃんねるさんから僕への質問動画となっておりますので、ぜひお楽しみに見ていただけると嬉しいです。ということで、今日は香川県高松市にある麺どころ綿屋高松店さんの方へ向かっていっております。それではこの綿屋高松店さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが、
3.68 点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。営業時間は8時半から14時15分まで、ただし面切れで終了です。定休日は毎週日曜日。交通手段として車で来た場合は駐車場はありません。でも電車の場合は最寄り駅が河原町駅で350メートルほどしか離れてなく、徒歩約5分程度の位置です。周辺のうどん屋さんとしてはうどん坊さんであったり新平うどんさんがあるあの辺り、おすすめはスペシャルぶっかけです。スペシャルだけあってめちゃくちゃ豪華なぶっかけうどん。丸亀市に本店がある行列のできる人気店でも、回転率と提供速度が速くて普段使いもしやすいお店となってます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。高松の南新町商店街にある一般的なセルフのお店になります。あ、こんにちは。スペシャル肉ぶっかけの冷やしょうで、はい、スペシャルぶっかけの冷やしょうを注文しました。こちらは小でも量が多いので有名です。肉ぶっかけに限っては小より小さいハーフが用意されてます。今回は豪勢にすごく高さのあるかき揚げも取ってみます。はい、ありがとうございます。はい、お会計が終わったら薬味類を入れましょう。今回は入れなかったんですけど、唐辛子とか入れても美味しいですよね。それでは席について食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。お土産のうどんも売ってる細長い作りのお店です。カウンターとテーブル席がつらっと並んでて、席数もかなり多いです。それではいただきます。麺はまず量がめちゃくちゃ多いです。他店でいう2玉分ぐらいあります。お腹空かせてる時に来たくなります。綺麗な麺肌でツルッツル、舌触りがすごくいいんですよね。中太で少し平ためな麺からはもっちりとした弾力。丸亀店はコシ、高松店はもっちりが特徴的かもしれません。個人的に綿屋さんは冷やが食感が楽しめて好きです。ぶっかけだしは甘くてすっきりしてます。そこにお肉の甘さもマッチして美味しい。すごくすっきりでごくごく飲んじゃいたくなるだしです。牛肉豚肉の旨味甘みがやっぱりだしと合います。スペシャルぶっかけは本当に具が豪華で、牛肉豚肉温玉わかめが乗ってます。温玉の半熟具合が完璧で、お肉も油抜きされた甘い味付けでとても食べやすいです。麺の量も多いんですけど、具も多いんです。
相当満足できると思います。もちろんレモンでさらにさっぱり食べやすくなりました。かき揚げをいただいていきます。でかすぎるんですよね。口を目いっぱい開けないと食べれない大きさ。バリバリに揚がってて野菜と油の甘さが美味しいです。もし今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして友達同僚の方にうどん好きの方または香川県出身の方とおられましたら、ぜひこちらの動画そしてこちらのチャンネルのことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かります。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでってください。それでは最後の一口いただきます。高松のこんな立地のいいところでこれだけ美味しくて多くて安いうどんが食べられるのがすごいです。いつもスペシャルぶっかけばっかり頼んでしまうので、次は別のうどんも食べてみたいと思います。ということで、とっても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい。ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ライン名刺っていう立ち上がりの線路。